いよいよ日本の防衛対策もアニメみたいな世界になってきたな。アニメの世界って、まさかとうとうロボット兵器の登場とか？違うわ、レールガンだよ。レールガン、レンジ砲ってやつだよ。レールガンってマジでアニメの世界の話じゃないか。そうだよ、日本の防衛省が本気でレールガン開発に乗り出してるみたいなんだ。電磁砲レールガンなんて本当にアニメの世界の話だよね。このレールガン開発は中国や北朝鮮のミサイルに対する対抗策なんじゃないかと言われてるんだ。でもレールガンってアニメでは見たことあるけど、一体兵器としてどうやって使用するんだろ。なんか女の子がビリビリってなって指でコインを引くみたいな。想像つかないや。もうやめろ。でもクラシックは知らないけど原理的には合ってるんじゃないか。そうだね。現実世界ではあまり馴染みがないレールガン電磁砲の原理や開発段階、使用用途などについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。電磁砲レールガンなんてアニメの中だけの世界だと思ってたけど、防衛省が本気でレールガン開発に取り組むみたいなんだ。2022年度の予算案では65億円もの開発費を投入。この開発費の金額で日本の本気がわかるよね。各国の軍事評論家の間でも驚いていたようだよ。レールガン開発なんて世界でもあまり聞かないよな。日本が先駆け的な存在になっているってことなのか。これだけの予算を突っ込むってことは、もうほとんど完成の段階まで見えてるってことなのかな。実際にはどの段階まで開発は進んでいるのさ。日本政府が公表した2022年度防衛予算案には電磁力で弾丸を超高速かつ長射程で、低コストで連続で発射することが可能になるレールガンの研究にこれだけの予算を組み込んできたことが明らかになったんだけど、防衛省陸上装備研究所の中にある弾道技術研究部ではすでにレールガンの研究をかなり進めていたようで、2022年からは、さらにそれを進化させていこうとしているそうなんだ。それじゃあ、もう大方レールガンが完成してるってことなのか。65億円の予算がそれをさらに軍事目的に進化させるための予算ってことなんだな。レールガンの研究については、防衛省が2016年には10億円の予算、2017年には21億円の研究開発費計上して、レールガンの試作が行われていたんだよね。当時の実験では秒速2000メートルもの高速で対象物を飛ばせる実験に成功していたそうなんだ。マッハ 5.8 に相当する発射された金属は、どれだけの威力を発揮するんだろうね。今までは弾頭を発射しようと思えば、火薬や爆薬などを大量に消費しなければならなかったんだけど、レールガンなら火薬を使用せず金属を打ち出すことができるんだ。ちょっと待てよ、火薬や弾薬を使用しないってことは、発射した金属が熱感知されずに目標物に到達できるようになるってことだよな。なかなか恐ろしい可能性を秘めた兵器になるよな。火薬、爆薬を使わずにそれだけの速さで飛ばせるんだもんね。敵にも気づかれにくいよね。でもよ、これだけの兵器なら、世界一の軍事大国アメリカならトップに目をつけて開発してたんじゃないのか。レールガン開発に関しては、もちろんアメリカも以前から取り組んでいるよ。すでに多くの実証実験が行われていて成果も出しているようだね。その実験の結果として、マッハ6で射程200キロの発射に成功したという記録があるんだ。さすがはアメリカだな。当初は総合電力システムが採用されていて、レールガンに電力を供給することが可能な、ズムボルト級駆逐艦に搭載する方向で研究が進められていたようだよ。2010年には約10キロの砲弾をマッハ8で発射することに成功していて、2016年にはその試作機を高速輸送艦ミリノケットに搭載して実証実験をさらに進めていくと発表されたんだ。でもその試作機に関しての情報はその後途絶えてしまってるんだよね。ただ陸上での兵器としてのレールガンの開発は進められているようで、秘密裏に試験は行われているようなんだ。アメリカが最新の兵器を開発していくのはわかるんだけど、なんで日本はこのレールガン兵器にそれだけ力を入れてるの？そうだよね。基本はアメリカが新兵器を開発し、それを日本が買って導入していくのが普通だと思うんだけど、防衛省がレールガン研究に力を注いでる大きな理由は、ロシアや中国、北朝鮮の脅威に対抗するための兵器として考えられてるんじゃないかな。中国やロシアはすでに音速兵器の開発には成功しているようだからね。それだけじゃなく北朝鮮までもが極超音速兵器の発射実験に成功しているからね。日本としてはこの脅威をそのまま見て見ぬふりしておくわけにはいかないからね。やっぱりこの3カ国が大きく関係してくるんだな。北朝鮮なんかは頻繁に発射実験を繰り返して威圧してきてるからな。対抗策は必須だよな。中国では2020年に極超音速兵器の発射実験を行ったみたいで、日本とアメリカの両政府の分析では、かなり命中度は上がっていて、
中国の精密誘導技術が飛躍的に向上してきてことが判明したんだ。そしてロシアもこの分野においてはかなり技術が進んでいて、2019年には極超音速滑空体アバンガルドを実戦装備していて、2021年には水上艦から極超音速巡航ミサイルの発射実験を行い、400キロ離れた標的に命中させることに成功したそうなんだ。中国もロシアもそんなに進んでるんだね。いくら日本がアメリカンの同盟国だとしても安心できないよね。そして北朝鮮も2021年に極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表したんだ。2022年に入っても報道で知ってるとは思うけど、連日発射実験を行い成功をアピールしてるよね。これは実戦で使える兵器として完成しつつあると考えてもいいと思うよ。アメリカも日本もレールガンの実戦配備に向けて進んでるようだが、レールガン開発もそんなに簡単だったわけじゃないんだよ。もちろんそうだね。自国の防衛において極超音速で飛行してくる敵国のミサイルに対して既存のミサイルだけでは限界がある。そこでこれらを本土に到達するまでに撃ち落とせる可能性が高い、超高音速で長射程のレールガンに注目が集まったんだよ。レールガンで使用する弾頭は、対空ミサイルと比べて安価でしかも連発も可能だとされているので、一度に多数のミサイルを撃ち込まれても、対応が可能とされてるんだ。でもレールガンの開発において解決するのが難しい問題もあったんだ。一つは日本のレールと弾体が接触しておかないといけないから。高速で発射する上で強大な摩擦力が発生するんだ。これによってエネルギーのロスが大きいことと、摩擦による高熱の発生をどう抑えるかだね。もう一つの問題は、強力な磁場を発生させるのに大電流を供給しなければならないため、それだけの電力をどうやって生み出すかだね。やっぱりこれだけの兵器を開発するのには大きな問題も出てくるんだね。でも日本は他国よりも開発費が少ない中でも、現時点では最先端を走っているんじゃないかと言われてるんだよ。実際に一部の軍事専門家の中ではアメリカよりも日本が高性能なレールガンを開発するんじゃないか、という見方もされてるんだよね。そこら技術力も日本の腕の見せ所だな。開発者には頑張ってもらいたい。いろいろな見方があるんだけど、開発費はアメリカには遠く及ばないんだけど、アメリカが実用化に進んだ時に、それに関与できるように日本独自の技術やノウハウを持っておく必要がありそうだよね。団体の素材開発においては日本の民間企業が持つ優れた技術とノウハウが活かされるだろうし、海上自衛隊の搭載したリチウムイオン蓄電池の技術により、より小型で高性能な蓄電池開発で大電流供給の問題もクリアしてもらいたいと、願うよね。今まではアニメの世界だったレールガンが、実際にお目見えするのはそんなに遠い世界ではなさそうだね。今後の日本の開発現に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識は、動物だよ。白ヤギさんと黒ヤギさんの歌があるのはみんな知っているよね。白ヤギさんと黒ヤギさんは手紙を読まずに食べるっていう内容なんだけど、実はヤギ紙食べるとお腹壊すらしいんだよね。つまりあの2匹のヤギはお腹壊しまくってるなわら。考えるだけでもあいつらの M だな。とまあ今回は動物編でした。また見てくれよな。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。ねえ。ねえ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 。
長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XF91IH 愛車製が完成したんだって。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しているようだな。すごいね、さすが日本だ。そうだね、このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明だけど、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきているよ。今回は XF91 エンジンについてと、その進捗を気にしている国についての記事の解説ってわけだな。そういうこと。それじゃあ行ってみよう。2018年平成30年 F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけたんだ。正直早いというより、むしろ遅かったという感じがあるな。これからの第6世代戦闘機は様々な形があるようだけど、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ意味がないだろうね。この新型は双発エンジンになると思われているよ。ちなみに双発エンジンというのは、左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものなんだ。現在の F35 戦闘機は片方に1機乗せた単発エンジンになっているぜ。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われているよ。と言っても、どこまで計画が進むからまだまだわからないけどな。ここに来て、今更 F22 戦闘機にハイクオリティなどが不要だし、目指すのが最新鋭のその先を目標にして開発されることになるだろうな。いよいよ日本悲願の国産戦闘機の登場になるのかも。この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が非常に重要ポイントとなるんだ。ここの選択を間違うだけで日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながるんだよ。しかし、さすがは日本だね。高性能なジェットエンジンを開発しているし。少しこれは自画自賛になるが、日本の技術力は誇れるだけの力があるからな。開発中のエンジンってどんなものなの？それじゃあそのエンジンについて紹介していくよ。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事があったんだ。プロトタイプの1機だけだけど、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたんだよ。これは大きな話題になったから、知っている人も多いかもね。このジェットエンジンが XF91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるね。今回防衛装備庁に納入された XF91 エンジンはアフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えなんだって。F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが自状況では 15.9 キロだから、これは全然遜色のない数値と言えるね。ちなみに F35 ライトニング2戦闘機だが、F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっているぜ。数字を見れば XF91 エンジンのそれを上回ってはいるが、これはプロトタイプだから、と考えると今後の性能向上も十分期待できるな。アフターバーナーって何？じゃあアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されているけど、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことなんだ。XF91 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されているよ。この XF91 エンジンが注目を集めた理由だけど、従来はこのような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されているんだ。実は現在収益中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定した時に、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えるとまさしく快挙と言えるだろうな。ざっくり言うと戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われるよ。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見があったんだ。だけど、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば、諦めざるを得なかったんだ。こうした過去を考えると、今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉もあながちオーバーではないと思うよ。くしくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われているが、XF91 エンジンが完成したことによって日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないだろうな。
そうだね。XF91 エンジンは現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、軽量という要素をクリアしているし、それに加えて15トン以上もの水力確保に成功していることが素晴らしいと言えるね。それじゃあ、具体的な各部分のデータを紹介していくよ。前述の F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは全長 5.16 メートル、直径 1.168 メートルだけど、XF91 エンジンは全長 4.8 メートル、直径1メートルだから、コンパクトサイズに出来上がったと言えるね。というのは、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズイコール小型化なんだ。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあるんだ。もちろんステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容量のレボンベイ爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるだろうな。だけど、最大の関門とも言えるエンジンの小型化がクリアされているわけだし、なんとも心強いと言われているらしいぜ。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F91 エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されているよ。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが世界に強く印象付けることになったみたいだね。水力変更ノズル？水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことだね。XF91 エンジンの場合はノズル式の動装置によって最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われているんだ。こんな風に開発が進む XF91 エンジンだけど、次期 F3 戦闘機自体の着地点がまだ未決定していない状況なんだ。このままじゃせっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているみたいだぜ。だけどここで注目すべきニュースがあるんだ。この XF91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしく、次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるんだ。しかも、その取り上げ方といったら、まだ何も決まっていない、要するにゴリム中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると強硬状態もどきの論調なんだって。大体予想できるけど、その国ってどこなの？このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国だよ。お互いに日本が仮想敵国と考えているだろう中国ならわかるけど、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場なんだ。なのに日本の F3 戦闘機開発については、まるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしているんだって。韓国は中国とは違った意味で厄介な存在だよな。とにもかくにも、決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような入り混じった思いになるんだけど、ここまで一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には悲しさを通り越して、呆れるばかりだね。韓国は原潜や航空母艦を所持したいようだけど、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことだけど、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。韓国は日本をあらゆる手を使って悪者に仕立ててくる国だからね。とはいえ、今回の件については韓国の完全な被害妄想だし、虫が一番だな。構っている暇があるなら、他のことに時間を割いた方が有益だもんね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。またまた日本の技術力が世界を驚かせたみたいだよ。何々どうしたの？別に日本の技術力が優れていることなんて、今さら驚くことなんてないだろ。これまでも、中国や韓国に大きな差を見せつけてきたからな。そうそう、その度に各国メディアで取り上げられてきたよね。確かにそうだね。でも今回は直接、世界の軍事開発の常識を覆すものだから、中国や韓国だけじゃなく、世界各国が注目するような事案だから、改めて日本の技術力や開発力には驚くと思うんだよね。いくら日本の技術力や開発力が優れてたとしても、日本が軍事開発に使える費用は、他国に比べると、スズメの涙みたいなもんだぜ。そんな開発費で、諸外国を上回る開発ができるなんて考えたらすごいよな。でもさ、軍事開発なんて、結局どれだけ大きな費用をかけたかで決まるんじゃないの？そういう風に、思うのも無理はないよね。確かにこれまでは、軍事大国と言われてきた国が、莫大な費用を投じて開発をしてきた。でも、日本はただお金をかけるだけじゃなく、先人の知恵や、
積み重ねたノウハウ、そして何より、諦めない精神で、少ない開発費という問題を乗り越えてきたんだよ。その精神だけは、お金だけじゃどうにもならない。他国では真似できない日本の最大の強みってことだな。いやあ今回はどんな日本のスピリッツで他国を驚かせたのか、見ていこうじゃないか。それじゃあ行ってみよう。さて、今回は南シナ海での米軍との自由潜航訓練を行っていた時のことなんだけど、当時の防衛大臣小野寺氏が、15年も前から南シナ海で訓練を行っていた護衛艦加賀の海底で潜水艦黒潮が、極秘任務を遂行していたことを発表したんだ。なぜ今頃発表したんだと思ってたんだけど、実は潜水艦黒潮は、旧型の潜水艦その前の旧型潜水艦でも、南シナ海で潜航しつつ、中国の潜水艦にも発見されることなく潜航し続けて任務を遂行していたんだ。このタイミングでの防衛大臣の発表は、おそらく中国に対する抑止力じゃないかと言われているんだ。でも、その任務では、そういう型潜水艦の、黒潮潜水艦とは別に海底にいたんじゃないか、って言われてるんだよ。そういう型潜水艦の方が潜水深度が深いと言われてるから極秘任務には向いてるだろうしな。とは言っても、潜水艦の潜水深度は極秘扱いだから、1000メートル潜れるという人もいれば、500メートルしか潜れないって話もあるし、はっきりはわかんないんだよな。そうだね。実際にその潜水深度は謎のままで未だに議論が繰り広げられてるからね。今までのいろいろな話をまとめると、800メートルくらいではないかと考えられているみたいだね。最新型の潜水艦オーユー、トーユーなどのリチウムイオン電池搭載艦ともなると、もっと深く潜れるのではないかと言われてるけど、潜水深度自体はあんまり変わらないんじゃないかと言われているんだ。ちょっと待って、ここでリチウムイオン電池搭載艦オーユー、そういうっていうのが出てきたけど、今までの潜水艦と何が違うの？リチウムイオン電池搭載艦というのは、現在世界各国で主流の原子力潜水艦の性能をもしのぐと言われているまさに最新鋭の潜水艦なんだ。なるほどね。それならリチウムイオン電池搭載艦が原子力潜水艦よりどこが優れているのか教えてよ。オッケー、これからリチウムイオン電池搭載艦の性能とやらを見ていこうぜ。日本にはこれまででも多くの潜水艦が開発、製造されてきたけど2018年に完成したオーユーの出現で、これまでの潜水艦の歴史が大きく変わったんだよね。まだまだ進水式を終えたばかりだから、本当の活動はこれからって感じなんだけどね。オーユー完成時は、日本の忍者と言われていて、海底を音もなく静かに進み隠密行動で任務を遂行するまさに海底の忍者だね。ちなみに、オーユーの開発費は660億円だと言われているよ。へぇ、660億円ってすごいね。何言ってんだよ。660億円なんて中国の潜水艦開発費に比べたら半分にも満たないんだよ。逆に安くてびっくりするところだよ。確かに最新鋭の潜水艦の開発費が660億円っていうのは、安くて驚くところだよね。まあ金額のことはさておいて、この潜水艦オーユーの出現には一体どんな意味があったのか考えてみよう。高性能な潜水艦というのは、自国よりも他国の脅威になるんだよね。日本の周辺国、中国、韓国、ロシア、などにとっては本当に目障りな存在で、いや、目障りというより不気味で怖い存在だよね。そりゃそうだ。日本の近づこうとしたら空か海の両方を突破しないといけないからな。海底に忍者のように存在を悟られない潜水艦がいると、自分たちは発見できないが、日本側からは発見されてすぐに防衛体制を整えられてしまうってことになるんだもんな。見えない敵、確かに脅威だね。自分たちからは見えない、しかし向こうからは見えている。どちらが強いかは一目瞭然だよね。ここで、オーユーに関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。なかなか気になることが書いてあるよ。中国の無料ニュースアプリでは、潜水艦オーユーに関連した記事を掲載しました。リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発した。これまでの潜水艦は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わってリチウムイオン電池を搭載することにより、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法のもとにありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。と、このような記事でした。かなり日本の最新鋭潜水艦に脅威を感じているような内容だね。中国は、最近日本の海域で領海侵犯しまくって舐めた行動を取ってるから、これくらいビビらせるくらいでちょうどいいだろ。
そうだ、そうだ、これにビビって日本に近づいてくるな。まあまあ、一応脅威には感じてるだろうから、その問題はこれから見守っていこうよ。でもね、一方でリチウムイオン電池搭載について批判的な意見もあるんだよね。リチウムイオン電池は充電のために浮上しなくても済むわけだから、潜水可能時間が長くなり、さらに音も静かで、敵に見つかりにくいという利点があるのに、中国ではなぜ採用しないんだと疑問視されてるんだよ。その意見に対して、中国メディアは、リチウムイオン電池は発火しやすいという致命的な欠陥があると説明してるんだよね。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンが発火したという事故はよく耳にするよな。海底で活動する潜水艦なら、火災が発生したら乗組員の命に関わる重大な事故になる可能性もある。発火の恐れがあるリチウムイオン電池は使用しないというのも、理解できるな。海底で発火して火災が起きるなんて考えただけでも恐ろしい。と入っても、潜水艦のリチウムイオン電池搭載に関しては様々な問題のせいで、長い間採用が見送られてきたんだよ。でも、発火や爆発のリスクについての安全性はずっと前から確認されてきたのも事実なんだよね。これは、リチウムイオン電池自体の問題ではなく、中国製のリチウムイオン電池に問題があるってことで、日本製のリチウムイオン電池は、安全性は確認されてるんだよね。そういうことだな。世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているリチウムイオン電池の大半が日本製だし、日本製のリチウムイオン電池が発火したり爆発したなんて聞いたことないもんな。安全性のあるリチウムイオン電池なら、潜水艦に搭載すれば、長期間の潜航も可能になるし、メンテナンスも容易になる。音も静かになれば隠密行動による任務遂行能力も上がる。言うことなしだな。本当にその通りで、潜水艦にとって敵に発見されないってことが最重要なことで、潜水艦の位置を確認する方法一つがソナーマンによる機体音の補足なんだけど、機体の音が静かであればあるほど、発見されにくくなるってことになるからね。でもなんで日本は発火や爆発の可能性があると言われていたリチウムイオン電池の搭載にこだわったのかな？それにはこういう解説があったんだよ。日本は原子力潜水艦を所有することができない。強まっていく中国の軍事力に対抗するためには、リチウムイオン電池というリスクを選択するしかなかった。中国の原子力潜水艦は強力だが残念ながら艦数は不足している。その強力な原子力潜水艦に対抗するためにリチウムイオン電池搭載の潜水艦を作った。中国はリチウムイオン電池搭載の潜水艦を有に危機感を感じている。やはり日本は島国だから、海洋を守るということが最優先なんだろう。だから他国の大型原子力潜水艦に対抗するために、リチウムイオン電池のメリットを最大限に活かした潜水艦開発にこだわったってことだろうな。そして何より、日本だから完成することができたということだね。世界初のリチウムイオン電池搭載の潜水艦が世界中から注目されて、近隣諸国からは脅威に感じられる。おそらく他の近隣諸国が真似をして建造しようとしても、作れないだろうとも言われている。これこそが、日本が世界に誇る技術力なんだろうね。そりゃ、真似をする国も出てくるだろうな。特にお隣の国なんからな。無理に真似して海底で発火して爆発なんて目も当てられないからやめといた方がいいと思うけどな。やっぱり日本のものづくりってすごいんだね。技術もさることながら、一番世界に誇れるのはものづくりに対しての真摯な姿勢ってことだろうね。技術は盗めても、姿勢や考え方は真似できないってことだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2020年10月に新型の3000トン級潜水艦タイゲイが浸水したよ。とうとう来たね、潜水艦界の忍びが。忍びって言い方も間違いないな。この艦は静粛性において世界でもトップクラスと言われているし。影分身の術とかお色気の術とか使えるかな？それはさすがに無理だな。カトンとかスイトンとか風トンとかは？いや無理だよ。完全に忍び違いなんだよな。諦めたらそこで試合終了ですよ。いろいろ混ざってんだよな。まあそんな派手な技は使えないにしても、この新型潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されていたというのが本記事の焦点でもあるんだよね。だから最後まで読んでいただければこの秘密を知ることができるってわけだね。切り替えの速度がピカピカのミノルの能力者なんだよな。それじゃあ行ってみよう。タイゲイは新型の一8式超魚雷を装填することが可能で、その他にも色々な装備も揃えられているんだ。通常動力型潜水艦では世界トップではあるんだけど、
総流型潜水艦が衝突事故を起こした件もあるんだ。でもひとまず今回については触れないことにするよ。当初、しばらく名称が決まっていなかったため便宜上3000トン型と呼ばれていたけど、海上自衛隊の最新鋭潜水艦進水式を迎えると同時に大芸と命名されたよ。進水式数量後大芸型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められているが、2021年4月の時点では同型の艦艇がどれだけの隻数を建造されるのかまでは明確になっていないんだよな。そうそう、旧式モデルとなった総流型は12隻、前々クラスの親潮型は11隻建造されたけど、海上自衛隊の目標だった実動潜水艦の22隻体制が整いつつある現在、大芸型をこれ以上増加させるかは政府も検討中なんだって。大芸型潜水艦のスペックはどんな感じなの？大芸型潜水艦については基準排水量3000トン、水中排水量不明、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルって感じだね。総流型の11番艦である大流と比べると、基準排水量が50トンほど増加したこと以外は、ほとんど変わらないんだ。大芸型は、大きさやけど、全体のフォルムも含めて総流型の全ての面を踏襲しており、一見してすぐにわかるような新機軸を導入していないんだよな。また、総流型の最後期型である11番艦大流や、12番艦東流と同じリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用しているため静粛性も世界トップクラスになるぜ。静粛性は日本の潜水艦の強みだね。そうだね。地球にも優しいと言われているリチウムイオンバッテリー自体が今後さらに高性能化する可能性もあるため、これからはこの機関構成が海上自衛隊における標準的仕様となって続くだろうと予想されているよ。実を言うとリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関による応流以降の最高出力は水中で約5600馬力となっているが、総流型の最高出力約8000馬力から比べるとかなり低下しているんだよな。このことから水中での最高速度も約20ノットから約18ノットへと当然低下しているんだが、連続潜航時間や持続可能な速度を向上させたことよって、運用上の運動性能が上昇したそうだぜ。うんうん、この大芸型については潜水艦の地目となるソナー類も、総流型から進化した Z998 タイプへとバージョンアップされ、艦首に沿って包み込む形状の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなどを実装させることに成功したんだ。しかも、あらゆる分野で進む共同光線能力にも適応することができ、味方の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータをリンクさせることにより、時間が捕捉できていない敵目標への攻撃も可能となったんだよね。うわ、それはすごいね。視覚なしじゃんまるで鷹の目だよ。また、従来の他種類の潜水艦と同様に艦首部分に片側3門、合計6門の 533mm 魚雷発射艦を実装しており、主兵装として8旧式及び新型の18式超魚雷やハープーン対艦巡航ミサイルを搭載できるようになっているんだ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標と誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、先進度でも使用が可能となっており、今後の視線上になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標へと誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、先進度での使用が可能となっており、今後の視線上になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。わぁ、静粛性も優れていて、見えない相手も捕捉できて、相手の陽動も見破るなんて忍者みたいだね。そうだね、18式超魚雷に関しては対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能だけど、お隣の中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を、牽制するのに最も強力な兵装の一つとなっているよ。これはおそらく大芸型が総流型のコンセプトを受け継いでいたことからも、今後の艦隊デザインも含めた全面的な刷新を待望するものだろうと予想しているぜ。そういえば、2019年に開催された MAST2019 というイベントで、三菱重工業の展示コーナーで提示した次期潜水艦 29SS 新型3000トン潜水艦のイメージ画像の近未来潜水艦を見たときに、現行の大芸型からの大幅な変更を見て衝撃を受けたよ。当時の次期潜水艦イメージ画像では、
現行の体型型と比較して艦首に傾斜角がつき司令塔の位置が若干後方に移ると同時に、より艦隊と一体化した優先形の形状の中に組み込まれているように見えたんだ。29SS は操縦型の発展形であり、X 字形戦火事で操縦性と信頼性を増した設計を継承するそうだね。改良したのは流体力学効果の向上が目的であり、結果として音響面でステルスとなり抵抗を減らしつつ速力と航続距離が増えることになるよ。この誘導床構造で振動とショックを減らすことで 29SS は静粛性が一段と増すだろうね。まあ、しかし画像はあくまでのイメージであり、実際の時給のデザインがどんなものになるのかは、まだしばらくの間は一般に公表されることはないだろうな。それでもロマンがあるよね。推進方式に関しての大重量ボンベジェット方式を採用し、現在自動車などの免税品での開発が進んでいる全固体電池の潜水艦用への実用化についての研究を進めており、リチウムイオン蓄電池をはるかに超える航行時間や行動範囲を得る可能性も高いとされているぜ。しかし結果的にはドイツの209型や212型などが採用している、燃料電池の高性能化が本命になるのではないかと言われていて、次期潜水艦 29SS については、いずれ通常動力型潜水艦の基準になるのではないだろうかと論じられているよ。動力源が電池である以上、どうしても充電の必要性という問題があるけど、瞬間的な水中移動速度に関しては現状の原子推進型に引けを取らない、30ノット以上の高速度も期待できるのが燃料電池だと言われているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれて、ありがとう。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 おいおい、マジでいい加減にしてくれよ。どうしたの？今日はさらに荒れてるみたいだけど。中国だよ、あいつらは。とうとう海洋だけじゃなく空まで荒らしてきやがったぜ。確かにここ最近、日本の尖閣諸島海域への中国公船の侵入行為がエスカレートしていってるけど、2021年2月には、南シナ海上空の日本の領空にも侵入して、日本政府に対して自国領域であることを、一方的に主張したんだ。勝手に他国の領空内に侵入して、自国のものだと主張する中国という国は、わがままな子供みたいだね。ほんとだぜ。大体あいつらが、ちょっかい出してるのは日本だけじゃないしな。アジアの周辺各国に同じような挑発行為をしてるんだよ。そうだね。台湾やインドネシアあたりもやられてるよ。まあその中でも日本に対しては頻度も多いし、やってることも大胆なんだよね。日本が舐められてるってことなのかな？それもあるだろうね。中国は勝手に自国の領域を主張して、逆にこちらに文句を言ってくるから本当に質が悪い。それじゃあ、これまでの中国のわがままな主張や行動を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。報道などで頻繁に耳にしてると思うんだけど、最近でも相変わらず日本の尖閣諸島海域を中国の船が侵入行為を続けてるんだよ。その侵入行為はどんどんエスカレートしていて、2021年2月には中国が自国領だと主張している南シナ海上空への無断飛行までしたんだ。本当に一方的だよな。そんなこと勝手に主張してたら領海の領空もあったもんじゃないな。中国は南シナ海の約 80% の海域を自国領だと宣言して日本だけじゃなく周辺国とも、いさかいを起こしてるんだ。中でも、ミスチーフ省上空を海上自衛隊が無断で飛行したと逆に難癖をつけてきたんだよ。そこは中国の領空じゃないんでしょ？そりゃそうだよ。日本の自衛隊が領空侵犯なんて犯すわけないだよ。中国が勝手に決めた領空ってことだよな。その通りさ。中国に指摘された航空機は海上自衛隊の対潜哨戒任務に従事している P3C 哨戒機のことなんだけど、実は同じような指摘は2018年にも中国側から日本に行われたんだよね。その当時も日本は中国の領有の主張を認めていなかったから、反応せずにいたんだけど、同じようなことで二度目の非難を中国側から浴びることになってしまったんだ。でも、一度目の時に日本側が中国の指摘に対して何らかの反応を示したとしても、二度目でも同じように難癖つけてきたと思うぜ。うん、
僕もそう思うよ。中国ってそういう国だもんね。そうだね。さすがに2回目の時は当時の岸本防衛大臣は記者会見で、海上自衛隊の哨戒機の飛行行動は国際法に照らした上で適法であると堂々と宣言し、そえそえ、それでいいんだよ。中国に対してはそれくらい強気でいこうぜ。もちろん中国の他国への領域侵犯に関しては他の国も黙ってはいなかったよ。南シナ海に関しては定期的に米海軍が所属艦艇を派遣する航行の自由作戦が行われてることが有名になったけど、2021年にはフランスの攻撃型原子力潜水艦も航行を明言したんだ。そして、イギリス海軍も最新鋭の航空母艦であり、F-35 ライトニング戦闘機を艦載するクイーンエリザベスの極東派遣を明言し、2021年9月に神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に寄港したんだ。なるほどな。アメリカやヨーロッパ諸国が海上へ声添えすることで、中国の南シナ海や周辺海域への進出を牽制するってことだな。でも、それが中国に対してどれくらい有効かはわかんないな。そうなんだよね。相変わらず中国は南シナ海への進出を進めていて、同海域の南沙諸島周辺に7カ所の人工島を完成させて、その人工島の設備を日々強化し続けてるんだよね。南シナ海の海域の争点になっているミスチーフ礁を含め、中国が南沙諸島に勝手に作った人工島の建設は2014年頃から始められたんだけど、たったの2年足らずで7カ所の工事を完成させたんだから驚きだよね。2年で7カ所も、すごい。感心してる場合じゃないだよ。その工事はミスチーフ礁と同じような干渉帯が多くを占めてるんだけど、満潮時には海面に沈んでしまうような暗礁帯だったんだけど、これを強引に埋め立てて瞬く間に人工島を完成させて、実効支配させてしまったんだ。特に今回、問題視されてるのは3カ所の人工島で、この3カ所には大型の旅客機が着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されていて、戦闘機から爆撃機までほとんどの航空機が運用できるようになってるんだ。それだけじゃないよ。人工島には色々な施設が建設されていて、軍事施設はもちろんなんだけど、民間施設などの多種多様な施設まで建設されてることが確認されてるんだよ。人工島の中にはもちろんだけど軍用艦艇を含む港湾部の建設もされてるそうだよ。航空戦力だけじゃなく海洋の軍事拠点としても脅威になることは疑う余地もない話だよね。なんで軍事施設だけじゃなく民間の施設まで建設したんだろうね。人工島にまで民間施設はいらないんじゃない？そこが中国の狡猾なところだよね。人工島の整備を進めてることは明白なんだけど、あえて軍事施設だけに限定せずに、民間の施設を設置することで、敵からの攻撃を避ける狙いがあるんじゃないかと言われてるんだ。本当に頭が良いのか悪いのかわかんない国だな。あとは、軍事施設、民間施設以外に気象観測施設も建築されてる。それと灯台も建設中らしい。このような施設に民間人を配置することで敵に攻撃させにくくしているみたいだね。軍事専門家の予測では、民間人を装って軍人も入れているって話だよ。本土の通信部と連絡を取り合うための、通信部隊が送り込まれている可能性は高いよね。確かに、領域を無視して建造した人工島で軍事施設だったとしても民間人がいる以上は、国際的な世論なんかを考えたら簡単に攻撃はできないよな。軍事施設だけをピンポイントで狙う攻撃もできるかもしれないが、民間人が犠牲になってしまう可能性は高いもんな。よく考えたもんだぜ。アメリカの精密な軍事兵器ならピンポイント攻撃もできるだろうけど、民間人を巻き込んでしまったら非人道的な行為として世論は騒ぐだろうし、もう攻撃はできなくなり、中国の人工島建設はさらに歯止めが効かなくなるからね。民間人を盾にするようなやり方でなんか汚いよね。あとは民間人を巻き込む可能性がある遠距離攻撃ではなく、特殊部隊を人工島に送り込み民間人を一時避難させてから攻撃するという手段もあるだろうけど、そこは中国もわかっていることだから、何かしらの対策は打ってくるだろうね。いろいろ考えたらキリがないんだけど、いろいろな可能性を考慮すると、中国とアメリカが軍事衝突するような事態になった場合南シナ海周辺が最有力になるね。こうなると、今現在は、軍事戦略的に中国の方が一歩リードしてると考えられるよね。韓国の竹島選挙もそうだけど、先に実行支配した方が圧倒的に有利みたいになってるな。韓国も中国もやり方が卑怯だよ。こんなことばかりやってたらいつか戦争になってしまうんじゃないかって心配だよ。そうだね。他国の領域を侵すということは侵略行為と変わらないからね。
このような身勝手な行為が戦争の引き金になることは十分にあり得る話だ。アメリカ対中国ということになれば、第三次世界大戦に発展しかねないよね。絶対にあってはならないことだもんね。どこかの国が軍事行動を起こす前に、この問題が解決することを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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 ついにもうすぐ国民的人気ゲームの最新作が発売されるね。日本の誰もが知ってるあのモンスターをゲットして戦わせるゲームだよ。日本人なら知らない人はいないほど人気だよな。大人から子供まで幅広く愛されているぜ。とはいえ、最新作ではあるが過去のリメイク版だけどな。今の20代がプレイしたであろう作品をリメイクした形になっているね。世代だった人たちは懐かしい気持ちを覚えているんじゃないかな。あのゲームのおかげで友達を作った人も多いだろうし、ゲームって偉大だよね。ゲームだけじゃなく、アニメや映画も根強い人気を誇っているよな。この作品は親子でも楽しめる素晴らしいものだと思うぜ。この記事が動画に上がっている頃には、きっと発売されているね。そうだね。楽しみだね。さて、今回はアメリカ海軍長官が護衛艦出雲に乗艦し視察、互換性の向上を確認したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省海上自衛隊の山村博史海上幕僚長が2021年10月26日に記者会見を開き、訪日していた米海軍のデルトロ長官が神奈川県の海上自衛隊横須賀基地にて、先日米海兵隊の F-35B による初着艦試験を終えた出雲を乗船視察したことを発表したよ。護衛艦出雲は本年6月の定期点検時に飛行甲板耐熱化改修を完了し、10月5日に高知県沖の太平洋上において米海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機が発着艦試験を実施、海上自衛隊の艦艇において固定翼機が初発着したんだ。デルトロ長官は本年8月に米海軍長官に就任したばかりで、就任後初のアジア訪問であり25日に岸防衛大臣を表敬訪問後、護衛艦出雲を視察した上で日本の海上自衛隊と米海軍、海兵隊との互換性が向上していることを確認したと発言したことを山村海上自衛隊幕僚長がアピールしたよ。デルトロ長官が10月25日に時事通信などとの電話会見に応じ、同時期に中国海軍とロシア海軍が日本を反襲する様に軍事演習を展開する威嚇的な活動を行ったことに対して、どのような形であっても、他国を脅すような活動へ阻止する必要があるとした上で、中国とロシアが国際的なルールを守らない威嚇行動を制止するために日米プレゼンスを示すことが重要だとして、日本のみならずオーストラリア、フィリピンなどとの同盟強化の必要性を訴求したぜ。やっぱりアメリカは世界のリーダー的な部分があるよね。正義を通せるだけの力も、みんなをまとめるだけの力もあるし、出雲における米海兵隊の F-35B 戦闘機の発着艦試験を成功させたことを、中国メディアやウェブサイト全体で警戒感を強めており、中国人民解放軍系のウェブサイトの中国軍網の記事では、日本が航空母艦の保有に向けて大きな一歩を踏み出すと題した記事を掲載しているよ。そこには日本が戦後から今日に至るまで、太平洋戦争後の民心配慮から空母保有に踏み込むことができなかった点を指摘した上で、政策や技術面での制約を次々にクリアして今回の F-35B による、出雲への発着艦試験にこぎつけたと記載してあったんだ。出雲型護衛艦が設計段階から空母化を視野に入れていたため、今回の改修工事もスムーズに運ばれており、出雲だけでなく同型艦の鏡の改修を施すことが予定されていることから、日本が F-35B を10機以上艦載する航空母艦を2隻保有することになる上に、40機以上保有する航空隊を組織することを指摘し、この先の数年で日本の海上自衛隊が2個空母打撃群を保有することになり、東シナ海における海空作戦対応能力が大きく向上することになると報じているぜ。日本は本気になればどこまででも強くなれるんだよね。警戒されることは抑止力にもつながるから、今後ともその潜在能力を見せつけていきたいね。さらに記事の中では、今回の初着艦試験が未だに F-35B を保有していない。日本の自衛隊に対してアメリカが全面的協力したことを言及し、
これまで日本が禁断としていた集団的自衛権の問題の制限を緩めたことを意味すると指摘していたよ。こうした動きがアジア太平洋地域の安全維持に大きな脅威となるとして、アメリカが日本の自衛隊に専守防衛を逸脱させ、平和憲法を遵守していない批判して国際社会はこの日米の動向に警戒しなければならないと裏で密かに結託しているんだって。とんだ言いがかりだよ。むしろ安全維持に努めているからこその行動なんだから。これらの中国メディアの反応は、日本の軍備強化への懸念というよりは、アメリカとの絆が一層深まってしまうことを懸念しているんだよね。戦後から数年前までの日本であれば、海上自衛隊の護衛艦に米海兵隊の戦闘機が発着艦するなど絶対にありえなかったことが、当たり前のように実現して中国の行動に対して緊密に手を取り合って対抗していることを恐れていることだと思うよ。中国軍網で掲載された記事で出雲型護衛艦においては、その設計段階から空母化を視野に入れていたとの指摘については当たっていると言えるよね。海上自衛隊の護衛艦で初めて空母のような潜通艦板を持ったのは、大隅型輸送艦で、世に生まれた意味は航空母艦の収束ではないかとの憶測がネットでも飛び交ったぜ。これに対して海技側は、陸上部隊を輸送する際に海上艦艇での、飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のヘリコプターパイロットが安全に着艦するためのスペースを確保するためと説明していたな。だが、陸自のヘリコプターを発着艦させる際には艦艇が停止している状態であると考えられ、海上自衛隊側の説明は不足であるため、やはりこれら艦橋が右舷側に偏った場合の相関運用に慣れておく目的があったことが考えられるんだ。次に全通艦板を持つ護衛艦としてヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢が誕生し、ヒューガ型では大隅型以上に艦板が広げられ、外見上は空母と呼ばれてもおかしくないよ。ヒューガ型が計画された2000年代では空母保有へのアレルギーが、まだ根強く、実質上ヘリ空母と呼んでもおかしくないこの艦を、ヘリコプター搭載型護衛艦というナンセンスなネーミングだよね。ヘリコプターを艦内に設けられた収容専用エレベーターは固定翼機を運搬はできず、ヒューガ型護衛艦はヘリコプター護衛艦として認識されていたんだけど、これもまた海上自衛隊が念願の空母保有に向けた周到な準備の一端であったとする声は多いんだ。これらの全通艦板を持つ護衛艦の建造技術と相関と運用へのノウハウを習得した上での、出雲型は中国メディアが設計段階から空母化を考えていた根拠の一つとして、右舷後方にある大型のレッキサイド方式エレベーターにあり、前方の飛行甲板上のエレベーターも大型で F-35 を運搬できることになっているらしいが、出雲型設計当時の F-35B はまだ開発途上だったので、それは考えづらいな。その当時の米海軍の強襲揚陸艦でらしいハリアー戦闘機や兵員輸送用の大型ヘリコプターを運用しており、そのために大型のレッキサイドエレベーターを装備していたことから、それを参考にしたことら十分に考察され、運用の開始直前で海兵隊での採用が決まっていた、オスプレイ海兵隊使用ら MV-22 の将来的な運用ら視野に入っていたんだろうな。デルトロ長官は訪日後に韓国に立ち寄り、外交事例として韓国を称賛し持ち上げた上で韓国と北東アジアでの安定と繁栄はもちろん、インド洋での秩序維持のため、一層緊密に協力していくことを期待すると述べているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれてありがとう。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 近年では航空機もどんどん進化していってるね。空中での給油も普及されていっているからな。こうやって SF の世界もだんだん現実になっていくって考えると、すごくロマンがあるよね。昔は空中での給油どころか人が空を自由に移動することすら夢のようなことだっただろうからね。人類の進歩って凄まじいよな。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の新型空中給油輸送機の1号機は10月末に美保基地に配備、予定されることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年10月29日、航空自衛隊に新型空中給油機 KC-46A ペガサスが美保基地に配備されたよ。この給油機はなんと、F-35B 戦闘機やオスプレイにも給油が可能であり、日本も続々と納入していく予定らしいね。護衛艦出雲にも展開できるし、
海と空の共栄作戦もどんどん変化していき、運用幅も広がっているぜ。航空自衛隊では KC-46A を6機調達する計画で、2018年までに2機発注、2020年度に4機追加、全6機が鳥取県にある美保基地の第405飛行隊に配備されるぜ。美保基地に到着後は同基地において展示飛行と合わせて防衛省中国四国防衛局が騒音測定を行うことになっているんだって。今回納入された KC-46A はアメリカのボーイング社が自社の民間機である 767-200ER を改造したもので、米空軍はすでに179機を発注、自国以外では日本が初めての導入国で1機約270億円の価格となっているよ。航空自衛隊ではボーイング社が開発した KC-767J 空中給油輸送機4機を愛知県小牧基地の第404飛行隊に配備、運用する計画もあったけど、将来的な作戦遂行のためには4機だと不十分であることが明確となり、8機以上の導入を検討していたらしいんだ。しかし、KC-767J が高額なため、4機までの調達を止めて検討を続けた結果、米空軍が100機以上の新規導入を検討していた KC-46A の導入を決定したようだな。ボーイング社では新型コロナの影響で同機の製造が遅延していたが、今年8月16日には航空自衛隊41号機の飛行試験を行い、米空軍の同型機との間で空中給油の送油と給油を相互に実施され、空中給油が無事に成功したぜ。KC-46A ペガサスってどんな空中給油機なの？ KC-46A ペガサスの初舷は全長 50.5 メートル、全高 15.9 メートル、翼幅 48.1 メートル、最大離陸重量は188,240kg で、乗員は3名で操縦士、副操縦士に空中給油機を操作するオペレーターが乗り込むものとなっているよ。コックピットは同社の民間機787のグラスコックピットシステムと同等の15インチディスプレイが採用され、エンジンはアメリカのプラット&ホイット2社製の PW4062 が搭載されており、空中給油装置は KC-10 エクステンダーと同じフライングブームの改良型で、給油オペレーター専用の 3D ディスプレイが採用されているんだって。グローブ&ドローブ方式による給油が可能で、現在導入を進めている F-35B ライトニング2戦闘機や UH-60A9万ヘリのほか、陸上自衛隊が導入する MV-22B オスプレイへの空中給油も可能となり、航続距離が短い F-35B にとっては嬉しいサポート機になるだろうな。空中給油が可能になるだけで、戦術の幅がぐんと広がるよね。現在運用中の KC-767J はグローブ&ドローブ方式による給油方式に対応していないが、KC-46A での運用結果を検証した結果、KC-767J に追加装備をするかどうか検討中なんだって。機体のキャビン床下にある燃料タンクは装甲が施されていて、被弾の際の誘爆を防ぐために不活性ガスが充填されているよ。同機の地上旋回半径は39メートルであり、滑走路幅が45メートル程度の中規模の滑走路でも運用可能となっていて、日本の当初にある小さな空港でも運用可能とされていて、防衛省では、陸上航空基地が少ない南西諸島周辺での作戦を遂行する上で大変重要な役割を果たすだろうね。空中給油機は一般的に製造コストに配慮して旅客機や輸送機、爆撃機を改造して製造されることがほとんどであり、新たに製造しているのは米空軍と仏空軍のみであり、米空軍では世界に展開する意味もあって700機以上の空中給油機を保有しているほか、世界各国の空軍で米空軍中古機などを利用しているぜ。その理由は、現在の戦闘機や爆撃機が参加する作戦の飛行時間が長くなっていることが考えられるな。現在戦闘では刻々と変わる様々な情報を瞬時に分析して、リアルタイムに作戦が変わっていくが、その都度航空機に必要な装備を搭載して離陸させていたのでは間に合わないことが考えられ、それならばあらゆる事態を想定した装備を搭載した航空機を空中で待機させておけばすぐに対応することができるわけだな。空中待機している戦闘機や爆撃機には燃料補給が必要となり、その度に着陸させていたのではその間に気を逸してしまうことが考えられるからね。その間に別の戦闘機や爆撃機を離陸させて待機させておけば良いと思うが、一つの任務に対して倍の機体とパイロットが必要となるため、すべての状況に対応することができなくなってしまうんだ。やはり空中給油機を待機させて、戦闘機や爆撃機は着陸させることなくパイロットの体力の限界まで上空で任務に当たらせることが望ましいんだろうね。しかも、有事の際には早期警戒管制機や哨戒機を継続飛行させなければならなくなり、
これもまた空中給油機を待機させることによって長時間任務に耐えることができるんだ。こういった固定翼機だけでなく、ヘリコプターなどの回転翼機や MV-22 オスプレイなどのティルトローター機においても空中給油は有効であり、一般的に航続距離が短いため空中給油を行うことによって、災害救助など長時間現場に泊まる必要がある任務では必須となるぜ。軍事的な意味合いもそうだけど、災害救助でも応用が効くから自衛隊にとってはとっても助かるよね。なお、米海軍では大型機の発着艦ができないため、艦載機に給油用ボットを装着して艦載機への空中給油任務を可能としているな。これは艦載している小型の対潜哨戒機の兵器搭載用ハードポイントに、いわゆる増装タンクに給油ホースをつけた燃料ボットを取り付けて他の艦載機に給油するシステムなんだぜ。この方法を使えば米海軍の FA-18 スーパーホーネットもこの給油ボットを装着して、同じ FA-18 に空中給油を行うことが可能となり、高速で移動しながら給油できるが、給油できる燃料の量が増装タンク分に限定されることが若干デメリットになるんだよね。航空自衛隊で空中給油機を保有することで、攻撃機の航続距離を伸ばすことにつながる空中給油は自衛隊が敵国への攻撃能力を保有することになる、とサハリンを中心に反対されていたため、世界の空軍が空中給油機を保有する流れから遅れを取っていたが、2007年になってようやく保有許可が出て4機の KC-767 を一気に導入し、今回6機の KC-46A の導入につながったということなんだよな。現在の航空自衛隊の作戦機数を考慮すれば10機程度の空中給油機では、到底任務遂行に耐えれないことは明白であり、今後はコスト削減を図りながら導入機数を増やしていくことが重要だと資料するよ。そもそも、自衛隊には必要ない部隊も複数存在するのだから、そこも見直していく必要があるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。また次の動画も見てね。待ってるよ。ありがとう。ありがとう。ついにもうすぐ国民的人気ゲームの最新作が発売されるね。日本の誰もが知ってるあのモンスターをゲットして戦わせるゲームだよ。日本人なら知らない人はいないほど人気だよな。大人から子供まで幅広く愛されているぜ。とはいえ、最新作ではあるが過去のリメイク版だけどな。今の20代がプレイしたであろう作品をリメイクした形になっているね。世代だった人たちは懐かしい気持ちを覚えているんじゃないかな。あのゲームのおかげで友達を作った人も多いだろうし、ゲームって偉大だよね。ゲームだけじゃなく、アニメや映画も根強い人気を誇っているよな。この作品は親子でも楽しめる素晴らしいものだと思うぜ。この記事が動画に上がっている頃には、きっと発売されているね。そうだね。楽しみだね。さて、今回はアメリカ海軍長官が護衛艦出雲に乗艦し視察、互換性の向上を確認したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省海上自衛隊の山村博史海上幕僚長が2021年10月26日に記者会見を開き、訪日していた米海軍のデルトロ長官が神奈川県の海上自衛隊横須賀基地にて、先日米海兵隊の F-35B による初着艦試験を終えた出雲を乗船視察したことを発表したよ。護衛艦出雲は本年6月の定期点検時に飛行甲板耐熱化改修を完了し、10月5日に高知県沖の太平洋上において米海兵隊岩国基地所属の F-35B 2機が発着艦試験を実施、海上自衛隊の艦艇において固定翼機が初発着したんだ。デルトロ長官は本年8月に米海軍長官に就任したばかりで、就任後初のアジア訪問であり25日に岸防衛大臣を表敬訪問後、護衛艦出雲を視察した上で日本の海上自衛隊と米海軍、海兵隊との互換性が向上していることを確認したと発言したことを山村海上自衛隊幕僚長がアピールしたよ。デルトロ長官が10月25日に時事通信などとの電話会見に応じ、同時期に中国海軍とロシア海軍が日本を反襲する様に軍事演習を展開する威嚇的な活動を行ったことに対して、どのような形であっても、他国を脅すような活動は阻止する必要があるとした上で、中国とロシアが国際的なルールを守らない威嚇行動を制止するために日米プレゼンスを示すことが重要だとして、日本のみならずオーストラリア、フィリピンなどとの同盟強化の必要性を訴求したぜ。やっぱりアメリカは世界のリーダー的な部分があるよね。正義を通せるだけの力も、みんなをまとめるだけの力もあるし、出雲における米海兵隊の F-35B 戦闘機の発着艦試験を成功させたことを、中国メディアやウェブサイト全体で警戒感を強めており、
中国人民解放軍系のウェブサイトの中国軍網の記事では、日本が航空母艦の保有に向けて大きな一歩を踏み出すと題した記事を掲載しているよ。そこには日本が戦後から今日に至るまで、太平洋戦争後の民心配慮から空母保有に踏み込むことができなかった点を指摘した上で、政策や技術面での制約を次々にクリアして今回の F-35B による、出雲への発着艦試験にこぎつけたと記載してあったんだ。出雲型護衛艦が設計段階から空母化を視野に入れていたため、今回の改修工事もスムーズに運ばれており、出雲だけでなくロー型艦の鏡も改修を施すことが予定されていることから、日本が F-35B を10機以上艦載する航空母艦を2隻保有することになる上に、40機以上保有する航空隊を組織することを指摘し、この先の数年で日本の海上自衛隊が2個空母打撃群を保有することになり、東シナ海における海空作戦対応能力が大きく向上することになると報じているぜ。日本は本気になればどこまででも強くなれるんだよね。警戒されることは抑止力にもつながるから、今後ともその潜在能力を見せつけていきたいね。さらに記事の中では、今回の初着艦試験が未だに F-35B を保有していない。日本の自衛隊に対してアメリカが全面的協力したことを言及し、これまで日本が禁断としていた集団的自衛権の問題の制限を緩めたことを意味すると指摘していたよ。こうした動きがアジア太平洋地域の安全維持に大きな脅威となるとして、アメリカが日本の自衛隊に専守防衛を逸脱させ、平和憲法を遵守していない批判して国際社会はこの日米の動向に警戒しなければならないと裏で密かに結託しているんだって。とんだ言いがかりだよ。むしろ安全維持に努めているからこその行動なんだから。これらの中国メディアの反応は、日本の軍備強化への懸念というよりは、アメリカとの絆が一層深まってしまうことを懸念しているんだよね。戦後から数年前までの日本であれば、海上自衛隊の護衛艦に米海兵隊の戦闘機が発着艦するなど絶対にありえなかったことが、当たり前のように実現して中国の行動に対して緊密に手を取り合って対抗していることを恐れていることだと思うよ。中国軍網で掲載された記事で出雲型護衛艦においては、その設計段階から空母化を視野に入れていたとの指摘については当たっていると言えるよね。海上自衛隊の護衛艦で初めて空母のような連通艦板を持ったのは、大隅型輸送艦で、世に生まれた義には航空母艦の終作ではないかとの憶測がネットでも飛び交ったぜ。これに対して会議柄は、陸上部隊を輸送する際に海上艦艇での、飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のヘリコプターパイロットが、安全に着艦するためのスペースを確保するためと説明していたな。だが、陸自のヘリコプターを発着艦させる際には艦艇が停止している状態であると考えられ、海上自衛隊側の説明は不足であるため、やはりこれは艦橋が、右舷側に偏った場合の相関運用に慣れておく目的があったことが考えられるんだ。次に全通艦板を持つ護衛艦としてヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢が誕生し、ヒューガ型では大隅型以上に艦板が広げられ、外見上は空母と呼ばれてもおかしくないよ。ヒューガ型が計画された2000年代では空母保有へのアレルギーが、まだ根強く、実質上ヘリ空母と呼んでもおかしくないこの艦を、ヘリコプター搭載型護衛艦というナンセンスなネーミングだよね。ヘリコプターを艦内に設けられた収容専用エレベーターは固定翼機を運搬はできず、ヒューガ型護衛艦はヘリコプター護衛艦として認識されていたんだけど、これもまた海上自衛隊が念願の空母保有に向けた周到な準備の一端であったとする声は多いんだ。これらの連通艦板を持つ護衛艦の建造技術と相関と運用へのノウハウを習得した上での、出雲型は中国メディアが設計段階から空母化を考えていた根拠の一つとして、右舷後方にある大型のレッキサイド方式エレベーターにあり、前方の飛行甲板上のエレベーターも大型で F-35 を運搬できることになっているらしいが、出雲型設計当時の F-35B はまだ開発途上だったので、それは考えづらいな。その当時の米海軍の強襲揚陸艦でらしいハリアー戦闘機や兵員輸送用の大型ヘリコプターを運用しており、そのために大型のレッキサイドエレベーターを装備していたことから、それを参考にしたことら十分に考察され、運用の開始直前で海兵隊での採用が決まっていた、オスプレイ海兵隊使用は MV-22 の将来的な運用が視野に入っていたんだろうな。デルトロ長官は訪日後に韓国に立ち寄り、外交事例として韓国を称賛し持ち上げた上で韓国と北東アジアでの安定と繁栄はもちろん、インド洋での秩序維持のため、一層緊密に協力していくことを期待すると述べているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。今日も見てくれてありがとう。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 アメリカがバイデン政権に代わっても中国とのペリペリムードが続いてるみたいだな。同じ軍事大国同士、お互い牽制し合ってる感じだよね。そうだな。両国とも世界のトップに立ちたい国同士だから一歩も譲れないんだろうな。軍事大国同士がピリピリムードなのは少し心配だよね。ここ最近は中国がかなり力をつけてきてるから、アメリカとしてはトップの座を奪われないように必死だね。中国はまずアジア各国の実権を握ろうと海や空にやりたい放題だよね。日本だけじゃなく、台湾やインドネシアなどもずっとちょっかい出されてるからね。でっかい国なのにやることらちまちまと鬱陶しい国だぜ。ほんとだよ。相変わらず日本の領海にも毎日のように侵入してきてるもんね。頻繁に侵入しすぎるから、マスコミもあまり報道もしなくなったよね。うん。そうだね。でもそれが一番危ないんだよね。みんなが慣れてきてるんだよね。他国の領海を犯すということは本当なら大変なことなんだよ。違う国なら、有無を言わさず攻撃して撃沈なんてこともあるくらいのことだからね。日本が中国の行動に慣れていって、領海を少しずつ奪われて、気づいた時には中国領なんてことにもなりかねないからね。どんなに面倒でも声を上げ続けなきゃならないんだ。海保や海事の方々は毎日24時間それと戦っているんだからさ。本当に頭が下がるよ。そうだな。しつこく領海を犯してくるのらそれが狙いだと言ってる専門家もいるくらいだ。海事や海保の方々には感謝しかないぜ。みんなもこのことら、少しでもいいから頭に入れておこうな。うん。本当にいつもご苦労様です。それじゃあ本題に入ろうと思うんだけど。2021年6月アメリカ海軍の第7艦隊に所属し横須賀を母港とする原子力航空母艦ロナルド・レーガンは他の艦艇を伴って軍事演習を行ったんだ。この軍事演習でロナルド・レーガンを中心とした空母打撃群は巡洋艦21番艦のシャイローや駆逐艦47番艦ハルゼイといったアメリカ海軍を代表する艦隊が勢揃いしたんだ。ロナルド・レーガンの空母打撃群は搭載する航空機を含む総合的な演習を行ったとされ、アメリカ第7艦隊によれば定期的に計画された演習であることを強調したんだ。これは、先進7カ国によるイギリスで行われた G7 サミットで中国を名指しで批判する声明を出されたことに対して強い反発を行っている中国に向けてアメリカの方針を改めて示したものではないかと言われているんだ。そりゃ中国はピチピチ来てるだろうな。あの国は自分たちのやってることは棚にあげて、他国にやられるとすごい反応するもんね。中国にとっては、領有権を主張する南シナ海でアメリカの空母打撃群が軍事演習を行ったことは、かなりの圧力になったんだと思うよ。近年、軍事力でアメリカが一目置くほどの戦力を増強してきた中国に、アメリカの軍事力の象徴の空母打撃群が自由に南シナ海に出入りできることを示したことで抑止力は大きくなったよね。そうだな、日本も含めてアジアの周辺国では中国が持つ軍事力には到底かならないからな。アメリカの抑止力がなければ、どうなってたかと思うとゾッとするね。NATO 会談でも中国を警戒するアメリカの主張に加盟各国は同調はしてるから、アメリカだけが抑止力になっているとは言えないけどね。でもね、すべての加盟国がアメリカの主導する対中包囲網に同調してるとは言い切れないんだよね。特にフランスのマクロン大統領は全面的に対中国包囲網に加担することには難色を示していて、日本が思うほどにヨーロッパ諸国が対中に対して団結しているとは言えないんだ。ヨーロッパ諸国はすべて中国に対しては警戒していると思ったけどそうじゃないんだね。国によっていろいろあるからな。中国とら仲良くしておいた方が自国にとって得だと考える国もあるだろうな。実はヨーロッパ諸国だけじゃなくアジアでも、フィリピンやインドネシア政府は微妙なんだよ。自国内的には対中批判はしているんだけど、なんとも政府の態度ははっきりしないんだよね。確かに近隣の大国だからな。軍事力でもかならないと考えればアジアでも中国とら友好でありたいとら考えるよな。そうした意味では本当に中国に対峙しているのは台湾だけなんじゃないかな。台湾にしてみれば日本以上にアメリカの後ろ盾なしでは、中国の圧力に対抗できないだろうから非常にきつい立場だろうね。そして台湾や日本にとって気がかりなのは、バイデン政権がアフガニスタンからのアメリカ軍撤収に向け、ロナルド・レーガンを中東に派遣する方針を打ち出したんだ。
現在、中東アフガニスタンにはアメリカ軍部隊約4000人が駐在してると見られてるんだけど、今年の9月までに全撤収と言われていて、そこにロナルド・レーガンを投入する案が浮上しているんだ。おいおい、一時的に南シナ海から抑止力がいなくなるってことか、大丈夫かよ。今の現状では中東地域にはドワイド・D・アイゼンハワーの空母打撃群が展開してるんだけど、本国での修理が必要となっていて帰還する予定になっているんだよね。ロナルド・レーガンの空母打撃群が南シナ海から一時撤退することはまだ確定ではないけれど、アメリカの政策から考えると中東地域に向かう可能性は高いと思うんだ。そうなった場合、他の空母打撃群がアジア方面に派遣される可能性もあると思うんだけど、まだ今の時点では、明言されてなくて一時空母打撃群が不在になることも考えられるよね。せっかくロナルド・レーガンが抑止力になってたのに、一時期でも不在になったらここぞとばかりに、中国が圧を強めてきそうだよね。そうだね、アメリカ海軍は全部で11隻の大型原子力航空母艦を保有しているんだけど、修理、メンテナンス、訓練、実戦配備のローテーションで動いているから実際の稼働は最大で4隻程度なんだ。そうなると、南シナ海に新しい空母を送り込むのは難しいかもしれないね。一つの案としては、佐世保に存在する、強襲揚陸艦アメリカを軽空母的に運用するのではないかと言われてるんだ。でもよ、原子力大型航空母艦と軽空母では戦力には大きな差があるよな。なんかだいぶ弱そう。確かに、強襲揚陸艦アメリカでは艦載機となる F-35 戦闘機が20機前後しか搭載できないから、ロナルド・レーガンとの攻撃力には大きな差があるよね。ちょうどイギリスから出航したクイーン・エリザベスの空母打撃群がアジア、太平洋地域に向けて航行してきているんだけど、各地で各国との軍事演習の予定が組まれていて、すぐに到着するのも難しいよね。やっぱり、アメリカに頼ってる部分が大きいからこういうことが起きた時に厳しくなるよな。日本は他の周辺諸国と連携をとって、対中国の牽制をしていかないといけないな。フィリピンやインドネシアなんかも、連携してくれればいいんだけど、今の段階でははっきりしてないんだよね。日本だけじゃなく他の周辺諸国も危機感は感じているはずだよ。領海侵犯をされるということは国土を荒らされたのと何も変わらないからね。あとは日本政府の周辺諸国とのが外交次第ということになるだろうね。もちろん戦争なんてことになったら絶対にいけないけど、このまま中国の自意行為を見逃せない。日本政府には毅然とした態度をとってもらいたいよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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 来た来た来た、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。初手からテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、分かってはいたがそれアニメの話だよ。小坂ちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。外伝までしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、
自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルチルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月及び11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラルゴルシコフの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮といわれる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空対仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。チルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの、SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方が攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。削薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電動性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である ONR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成。プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い想像型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、
都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。初めの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。やだ、ユネオルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦のリレーに連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用化は現時点では困難だと米海軍は認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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